はい、こんにちは、海坊主です。今回のライド4新 DLC600cc パッション続きですね。2代目です。本日は川崎のね、忍者 ZX6R 2004年、まあ2003年なのかな、にデビューしてますね。もしかしたらね、なんかいつもこの1年ずれるんでね、海外だと1年後とかなんですかね、どうなんだろう、よくわかんないんですけどね。はい、ってことでね、本日は ZX6R です。それでは行ってみましょう。本日もよろしくお願いします。はい、今回はね、ポルトガルアルガルベサーキットになってますね。多分ね、このゲームに収録されてるサーキットの中ではね、難しい部類のサーキットです。すさまじく俺も苦手ですね、このサーキットは。あの、アップダウンもあるし、で、コーナータイトだしみたいな。で、そのブレーキポイントがね、あの、結構手前の方からかけねえと間に合わねえよってところがあったりとかするんでね、本当にこのサーキットは難しいです。あとバンピーはい、まあ、あの、毎年ね、スーパーバイクの方はやってたみたいなんですよ。スーパーバイク選手権の方ではやってたみたいなんですけど、去年はね、コロナの影響で MotoGP もね、ここで開催されてましたよね。で、まあ、この ZX のね、6R 2003年なんですけど、まあ、形式で言うとね、 ZX636B ってやつですね。まあ、スーパースポーツ世界選手権、こちらの熱が最高潮に達してね、世界で 600cc っていうカテゴリーがね、一番熱かった時代なのかもしれないです。その時代に発売されたバイクってところでね、まあ、狙うは世界最速っていうコンセプトでね、制作されたバイクみたいです。まあ、ちょっと話はね、ずれるんですけど、尺稼ぎって感じかもしれないんですけどね、そもそもね、 600cc これがね、加熱しだしたのはいつなのってところなんですけど、まあ、実は言うとね、まあ、90年代初頭からね、徐々に火はついてきてたみたいです。まあ、スポーツ志向っていうよりもツアラー的な感じだったのかもしれないんですけど、まあ、っていうのもね、フレームをね、アルミじゃないで鉄なんですよ。で、まあ、そのバイク、まあ、ホンダがね、その欧米向けに売っていた CBR600F っていうバイクなんですよね。ちなみにね、こちらは国内での販売はなかったそうです。まあ、このバイクがね、そのいろんな意味でちょうどいいっていうところでね、その90年代ぐらいにその大ヒットしてたわけなんですよ。まあ、どのぐらいヒットしたのかっていうと、累計販売台数がね、10万台突破したっていうところで、これはこれですごいことだと思いますよ。バイクで10万台はね、とんでもない数字だと思います。まあ、そんな感じでね、徐々にそんな感じで、まあ、600cc っていうやつがね、徐々に火をついていったんですけど、まあ、そこでね、ある意味 600cc ブームにさらにね、加熱させたのがこの ZX6R の初代。その CBR600F はね、あの、鉄フレームだったと思うんですけど、そんなジャンルにね、この 6R っていうのがね、いきなりアルミフレームのね、本格的なバイクを登場させて、ラムエアで、なおかつね、ラムエアシステムで100馬力オーバーのエンジン、うん、それでね、徐々にね、このツアラー的な思考から、そのスーパースポーツ的なね、思考に変わっていったって感じで、で、さらに加熱させたのが、まあ、今までね、そのローカルレース的だった 600cc の、 あの市販バイクでのレースが世界選手権に格上げされたんですよね。そうすることによって、いろんなメーカーがね、その 600cc のスーパースポーツを作り出したんで、まあ、そこからね、もう燃え上がっていったって感じだったみたいです。まあ、そうやって燃え上がったね、ミドルスーパースポーツのね、全盛期の時代に出されたバイク、世界最速を目指して出されたバイクがこの川崎の ZX6R、 その636B ですね。まあ、川崎って言ったらね、どっちかっていうと、その当時で言うと、まあ、メガスポーツのがね、印象強いじゃないですか。 ZZR とか、まあ、6R も出してましたけど、まあ、この型からね、本格的に、まあ、なんていうんですかね、スーパースポーツ戦前参入ってところみたいですね。その前の型からの変更点でいうと、あの、キャブレターからね、FI 化されたそうです。
で3速から6速をね、まあクロスで消化して、であと変わったのが前後分割式のオールアルミフレーム。であとは市販車初のねラジュアルマウントキャリパー、まあブレーキキャリパーでしょう。であとね直径41ミリの大型のね倒立フロントフォークですね。で排気量なんですけど、まあ 636B っていうだけあって 636cc なんですよ。でスーパースポーツ選手権のね規定上で言うと、4発エンジンだと 600cc までっていうのがあるんですけど、排気量オーバーじゃねえってところだと思うんですけど、まあ実際その通りで、スーパースポーツ選手権用のねバイクとしては、あの 600K っていうね、まあ型式のやつがあるみたいです。その 600cc まで落とし込んだやつですか。で要は636っていうのが行動用で、その K っていうのがまあバリバリのねレース仕様って感じで、まあその K のがねいろいろやっぱりねさらにその装備が充実してるみたいです。ピストンがね単造ピストンに変わっていたり、まあ、のステアリングダンパー、まあ、装着用のボス、これがついていたり、であと可変ピボット、であとバックトルクリミッター、これがついてます。まあこんな感じになってるみたいですね。まああとはね特に話する内容もないんですけど、まあそうですよね、その 600cc というカテゴリーがねまあ消滅していった、衰退していった理由は何だろうって思った時なんですけど、結局のところねそういう世界選手権のレースがある以上、やっぱりどこのメーカーもねその勝ちたいっていう思いがあるじゃないですか。そう、絶対それは出てくるのは当たり前ですよね。その自分社の、あの自分の会社のブランドイメージにもつながるので、ってなってくると、じゃあどうなるんだって言ったら、どん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 ね、装備が豪華になっていくっていうか、そのユーザーが置いてきぼりを食らう状態になるんですよね、絶対的に。いや好きな人はいいですよ、好きな人はそれでも多分ついていくんでしょうけど、さほどっていう人だったら、そのなんていうんですかね、豪華すぎるバイクで高くなっていくっていうのはね、そのついていけないになりますよね。やっぱりあれ、この 6R ってちょっと前までいくらぐらいで売ってなかったっけっていう、今新車でこんなにするのみたいな、でもその代わりこんな装備がついてるんですよ、いらねえって感じですよね。要はだからそうですよね、そのサーキットをガンガン走るのであれば、そのこういうアイテムがあればエンジンレスポンスが良くなるんですとか、そのパワーが上がるんです、まあわかります。で前回も言ったようなね、あの安全装備に関するその追加、これは全然ね、まあ、ありだと思うんですよ俺は。だけどパワーとかね、そういうのをね求めてない人からすると、そんなパワー出さなくていいからあと10万安くなんねえとか、あと30万安くなんねえって、あと10キロ重くてもいいからあと数十万安くなんねえってところですよ。確かにね、あの車重がね180キロ切るんです、で馬力が125馬力あるんです、そんなバイクよりも、ね、そうですね、まあ、100馬力超えててもいいかなと思うけど、100馬力200キロこれでやるだけでもね相当ねゆるーくバイクが作れると思うんですよね、そこにかかるコスト的にはね。それが時代の最先端の時だったら、まあ、その金あれでも高くなるだろうけど、その120万、要は130馬力のその180キロを実現できるような時代だったら、100馬力の200キロって言ったら多分相当ね緩く作れると思うんで、そういうバイクでね安く売ってくれた方のが多分ね、そうユーザー的には嬉しいのかもしれないですよね、それでかっこよければあのかっこも絶対重要なんでね。まあそれはね本当4輪でも2輪でも言えることだと思います。だってそこまでしてその最新型のパワーのあるやつ欲しいっていう人はねいますけど、それが全員の意見かっつったら絶対違うと思うんでね、そこそこでいいから値段を抑えてくれっていうのが大半だと思いますよ。それじゃなくたってね、一般の人で言うと給料のベースアップなんて大したことないのに、そう車のとかバイクの価格だけがね年々高くなっていく、そんなの新車で買えねえよって時代なんですよね。でなおかつ中古で買おうと思っても新車が売れてねえから中古も高えよって話でね、その台数が出てない分
そうだから今の中古バイクとかね、とんでもねえ値段しますもんね。昔からじゃ考えらんねえよって感じで、俺が高校生の頃なんかそれこそね10万で破棄してるようなねバイクいくらでもありましたよね。本当に10万20万で買える中古バイクなんかいくらでもあったのに、今ね本当に高いですもんね中古バイクが。本当にそう、5年落ちぐらいだったら安く買えないのって思うけど、5年落ちでも全然高いし、安くなんの待ってよって言ったって一向に安くなんねえしみたいなね。なぜならその中古バイクだけで回ってるんでしょうね多分市場が。そうだって、そう今そもそもねそのライダー人口ですら少ないですからね。まあ、はい、ってことでね今回は以上になります。次回はね、まあその DLC シリーズ第3弾鈴木のね GSX ですね、こちらになります。それでは最後までご視聴ありがとうございました。